はい、どうもゆうくんです。今回も話題の車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで今回紹介する車はこちら、最新版日産 NV200 バネットでございます。で、この NV200 バネットも先日仕様変更が行われまして、安全性能が強化されて魅力が増しているということになっております。見ていきたいと思います。1ページ目開きますと NV200 バネットの概要が紹介されております。で、オートマ車全車に先進安全装備が標準化されたということで、サポ側の認証を受けているということになっております。次のページからは安全サポート機能が紹介されております。夜間の歩行者保護にも対応している自動ブレーキが採用されております。さらにハイビームアシストも採用されているということで、夜間の走行も安心して行えるという感じになっております。次のページでは車線逸脱警報なども採用されますし、標識も認識してドライバーに注意を促してくれたりする機能も採用されております。さらに坂道発進補助のヒルスタートアシスト、そして視線補助の VDC なども採用されております。そしてヘッドライトはマニュアルレベライザー付きのハロゲンヘッドライトとなっておりますし、グレード別でフォグランプやレディーラーオプションでバックビューモニターなども採用されております。さらに ABS などもしっかり対応されております。で、ボディが衝突安全ボディとなりまして、フロント部歩行者障害軽減ボディ構造となっております。さらに運転席助手席エアバッグシステムが標準装備ということになっているようです。で、側面からの衝突にも対応しておりますし、シートベルトも高性能なものが採用されております。次のページでは荷室スペースなどが紹介されております。かなりの容量が確保されているようです。次のページでは荷室スペースの詳細が紹介されております。で、バックドア開口部も大きいですし、2列目シートを格納することによって広大な空間が確保されるということですし、フロアが低いので荷物の積み下ろしなどもスムーズにできるという感じになっているようです。次のページでも荷室の詳細が紹介されております。で、バックドア開口部も広くなっておりますので、様々な荷物を効率よく積むことができるようになっているようです。さらに車内の装備などが紹介されておりまして、セカンドシートはコンパクトに収納できるようになっているようです。さらに、グレード別でヘッドレスト付きの6対4の分割式のセカンドシートも用意されております。ユーティリティナットなども採用されておりますので、様々な業種に対応しているという感じになっております。ラゲッジのフックや荷室の専用灯なども採用されておりますので、使い勝手もいいという感じになっております。次のページではインパネのデザインと収納が紹介されております。機能性に優れたデザインですし、収納も豊富に用意されるということで、使い勝手も抜群にいいという感じになっております。次のページではパッケージングなどが紹介されております。FF 方式が採用されるということで、車体を低くすることができるということで、乗り降りもしやすいようになっております。さらに静粛性もいいという感じになっております。で、視界もいいですし、快適に運転ができるという感じになっております。そして冬場に重宝するクイックヒーターパックなども採用されております。シートヒーターや車内を素早く温めることができる専用のヒーターが採用されております。オーディオもグレードに応じて2スピーカータイプの AM/FM ラジオ、そして CD プレイヤーなどが採用されております。そしてグレード別でフロントパワーウィンドウやイモビライザー、そしてインテリジェントキーなどが採用されております。で、ディーラーオプションで専用のナビ、メトラレコ、バックビューモニター、そして ETC ユニットがセットになったパッケージも用意されております。次のページでは4駆モデルが紹介されております。効率のいい4駆システムがグレード別で用意されております。雪道での発進時や滑りやすい路面、そして急な坂道などでは4駆、通常走行時や高速走行時は2駆に自動で切り替えてくれるシステムということになっております。前線用式の4速オートマと5速マニュアルが用意されております。サスペンションも専用のものが採用されております。最長回転半径も2駆で 5.2m、 4駆で 5.4m ということで、取り回しもしやすいという感じになっております。14インチのタイヤ、ホイールなどが採用されております。グレード別でフルホイールキャップも用意されております。次のページでは燃費などが紹介されております。2駆のマニュアルモデルで JC08 モード、リッター 14kg ということになっております。メーターもシンプルで見やすいメーターが採用されておりますし、インフォメーションディスプレイが採用されておりまして、走行状況や燃費の状況などが一目で確認できるようになっております。で、エンジンが 1.6 リッターのエンジンということになっております。
さらに環境情報などが紹介されております。次のページではファンのラインナップが紹介されております。デラックス、VX、GX でラインナップされております。デラックス、GX には4駆モデルも用意されております。そしてバンのボディカラーが全7色で用意されております。その他シートや内装、このようなラインナップとなっております。次のページではワゴンモデルが紹介されております。まず5人乗り仕様が紹介されております。車内このような感じになっております。次のページではワゴンの7人乗りが紹介されております。車内このような感じになっております。で、7人乗りになりますと3列目若干窮屈な感じはするんですけど、7人がしっかり座れるという感じになっております。3列目跳ね上げ格納ができるようになっております。で、オプションで専用のアルミホイールも用意されるようです。グレードが5人乗り、7人乗りでラインナップされております。で、ワゴンモデルは肉のみということになっております。次のページではグレード別の装備の比較などが紹介されております。このような感じになっております。次のページでは主要装備一覧表が紹介されております。このような感じになっております。次のページでは主要諸元表が紹介されております。このような感じになっておりまして、下にはスポーズも紹介されております。次のページではクオリティやアフターサービスの情報が紹介されております。そして副車両が紹介されておりまして、チェアキャブ仕様が紹介されております。車椅子1名仕様の肉の7人乗り、そして車椅子2名仕様の肉の6人乗りで連絡されております。車椅子2名仕様ですと専用のストレッチャーも用意されているようです。下には NV200 バネット版の特装車が紹介されております。プレビュー紙このような感じです。はい、ということで今回は最新版日産 NV200 バネットについて紹介しました。カタログの内容と話の内容、異なる表現とあったと思いますが、その点はご了承ください。また、ところどころお聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。で、このチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あと、Twitter の方で動画のこととか、その他いろんなことをつぶやいておりますので、できれば Twitter のフォローもよろしくお願いします。で、Twitter のアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということで、ゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。